エドワード・ルイス・スタートバントエドワード・ルイス・スターティバントは、アメリカ合衆国の農学者、植物学者である。著書のスタートバント、エスエディブル・プランツ・オブ・ザ・ワールドで知られ、当時のアメリカの農学における重要な人物であると、評価されている。ボストンに生まれた。父親の先祖は、ピューリタンの移民で園籍に巧妙な遺伝学者の、アルフレッド・ヘンリー・スタートバントがいる。 1859年に、ボーディン大学に入学するが、1861年の南北戦争の勃発により、北軍に従軍した。74スレジメント・オブ・メイン・ボランティアズの士官として、働くが、1863年に、ーチフス、マラリアにかかり、小病兵として送還された。ボーディン大学に戻り、学位を得た後、ハーバード医学校を1866年に、 卒業するが、医師として、働くことはなかった。1864年に、メアリー・エリザベス・アンと結婚し、4人の子供を得た。子供には、あやめの栽培家として、有名になるグレース・スターティバントがいて、火災のあった妻とグレースは、スターティバントの論文や、著者の図版を描いた。1875年に妻が死んだ後、妻の妹と再婚した。 1867年に、兄弟のトーマスとジョセフとマサチューセッツのフレーミングハムに、実験農場をオーシェーカムファームを開き、落農などの多くの農業の実験を行った。食用植物に関して研究を行い、収量の多いトウモロコシの品種の開発も行い、トウモロコシに関する著書、バーアイティス・オブ・コーンも執筆した。30年間にわたって農業雑誌などに、 数百の記事を書き、1870年代には、サイエンティフィックファーマーの編集者を務めた。米国科学振興協会のフェローに選ばれ、マサチューセッツ周園芸協会の会員であり、農業科学振興協会の初代事務局長を務め、1887年に会長に選ばれた。スターティバントの世界の食用植物は、スターティバントの残した食用植物、専属、 三千種のに関する原稿などを編集したもので、没後の1919 19年にノーツオニエディブルプランツとして出版された。1972年にスタート版とエスエディブルプランツオブザワールドとして改訂出版された。水蓮化の種、ニーフやスタート版 T に懸命されている。スターテイブは植物の学名で命名者を示す場合に、 エドワード・ルイス・スターティバントを示すのに使われる。ありがとうございます。